滝沢社長の手腕に絶賛の製俗室戸部がドーム公演で見せた驚異的な成長の裏側とは平野紫の活躍の秘密戸部の成功を支える彼の真摯な姿勢と驚くべきリーダーシップ戸部の設立から1年まさに驚異的な成長と変革の1年でしたこの期間に見られた多くの出来事は滝沢社長の非凡な手腕とビジョンを如実に示しています 滝沢社長のリーダーシップはドーム公演を成功させるという大きな成果を上げただけでなくそのプロモーション方法やファンとの接し方においても新しい時代のアイドルプロデュースの在り方を提示しましたドームを6日間抑えるということ自体が並大抵のことではありませんがこれを1年で実現した滝沢社長の手腕はまさに絶賛に値します彼のビジョンは短期的な成功だけでなく3年先 5年先、10年先を見据えた長期的な展望に基づいています。これは、彼が J 事務所に在籍していた時から培われた経験と、アイドルとしての視点が生きているからこそ成し遂げられたものです。ファンとしても、彼のビジョンや手腕に対する信頼感は非常に高く、近い存在であり続けてくれることが感じられます。ドーム公演に関する報道で世界進出が失敗だったという話もありますが、 実際にはそんなことはどこにも報道されていません。戸部設立から1年の間に見られた変革は、絶望から希望へと変わる大きなステップでした。滝沢社長のプロデュース力と人柄、そしてその人脈はまさに驚異的であり、戸部に所属するアーティストたちも非常に素晴らしい人々ばかりです。公式 YouTube や TikTok などで彼らのバラエティ番組を通じて彼らの魅力に触れる機会が増え、 親しみやすさも感じられるようになりました。すべての活動が先を見据えて行われているように見えるのも、滝沢社長のビジョンと計画性の賜物でしょう。特に平野将君の活躍は、彼自身のためだけでなく、グループや会社全体のことを考えての行動であると感じられます。だからこそ、これからも応援し続けるファンが多いのです。滝沢社長の手腕は、 ある意味で英才教育の結果とも言えるでしょうドーム公演に参加したファンの中には他のアイドルの演出に驚かされた人も多かったようです特に北山くんの演出には度肝を抜かれたとの声もありその後すっかりファンになったという話も聞かれますこのように戸辺の活動は常にファンをワクワクさせ安心感を与えてくれるものであり滝沢社長の先見性と実行力には感謝の気持ちが絶えません また、ドーム公演に関しては、観客が動画撮影を許可される時間が長かったことも注目されました。これまでの事務所では肖像権の問題などから厳しく制限されていたため、このような柔軟な対応はファンにとって非常に嬉しいものでした。トベのライブはその一部が世界配信されることもあり、これが他の事務所にも影響を与えているようです。実際、他の事務所もこの形式を模倣し始めていますが、 観客の動画撮影をどの程度許可するかについてはまだ試行錯誤が続いています。戸辺の成功の背後には、滝沢社長の健康管理と前進し続ける姿勢があります。彼のリーダーシップとファンへの思いやりが、ファンの熱心な支持を集めているのです。アンチの声があっても、実力があればそれに対抗するファンが多く存在するため、安心して活動を続けられます。 トベのコンサートはこれまでに見たことのない素晴らしいものであり、ファンを感動させる力が非常に強いです。コンサートに行けない人でも、携帯を通じて楽しむことができるという新しい形式は、多くの人に喜ばれました。J 事務所時代の嵐以降、目立ったグループが出なかったこともあり、滝沢社長の手腕は非常に貴重です。スノーマンやストーンズの同時デビューや、 スノーマンをバラエティ番組に振り分けてテレビやラジオでの看番組を早くから持たせたことなど彼の迅速な行動は特筆に値します特にスノーマンがデビューして2日後にタイでイベントを行いその後もアジアツアーを予定していたことは彼の先見性と行動力を示しています今回のドーム公演では一部の撮影が許可されるなど世界に向けた発信も行われました これは滝沢社長のビジョンが反映されたものでありそのスケールの大きさに驚かされます戸部や平野くんが行うことを他の会社が模倣することも増えており今後の展開が楽しみです結局のところ戸部のドーム公演は大成功でありファンとの関係も非常に良好です滝沢社長のリーダーシップとファンへの配慮が戸部の成功を支えていることは間違いありません これれからもままますすす。期待される戸の活動に、にファンは大いい注目しています滝沢社長の手腕とビジョンが今後どのように戸辺を発展させていくのかその行方が楽しみです戸辺の未来に向けた挑戦はまだ始まったばかりでありファンも一緒にその道を歩んでいくことでしょう滝沢社長がこれまで築いてきたものは単なる成功ではなくファンとの深い絆と信頼によるものです トベのドーム公演が示したのは、アイドル業界における新しいスタンダードの確立であり、それは他の事務所やグループにとっても刺激となるでしょう。彼のビジョンと実行力が、アイドル業界全体に与える影響は計り知れません。特に注目すべきは、トベの公式 YouTube や TikTok での活動です。これらのプラットフォームを通じて、ファンはアーティストたちの素顔や日常の様子に触れることができ、 よよりり親近感を感をじられるようになりましたこうした取り組みはファンとの距離を縮めるだけでなく新たなファン層を獲得するための重要な手段となっています滝沢社長の先見性はこうしたデジタル時代の波を的確に捉えたものと言えるでしょう平野翔君の活躍も目覚ましいものであり彼が個人としてだけでなくグループ全体や会社のために尽力している姿勢は多くのファンに感動を与えています 彼の真摯な姿勢と努力は、他のアーティストたちにも大きな影響を与え、戸部全体の士気を高める要因となっています。さらに、戸部の活動は国際的な展開も視野に入れており、その一環としての世界配信や海外イベントの計画も進んでいます。これにより、日本国内だけでなく、世界中のファンに向けてアピールすることができるようになっています。滝沢社長のグローバルな視点と行動力が、 のの未来をより明るいものにし,ていますしかしながら、戸辺がここまで成功するには多くの挑戦と困難があったことも事実です。J 事務所からの独立という大きな決断を経て、滝沢社長は新たなスタートを切りました。その際、多くの批判や懸念の声もありましたが、彼の揺るぎない信念とリーダーシップがそれらを乗り越え、今日の成功へと導いたのです。特に印象的だったのは、 コンサートでのファンとの一体感です。多くのファンが、推し以外のアーティストのパフォーマンスにも熱狂し、一緒に楽しむ姿が見られました。これは、戸辺のアーティストたちがそれぞれに魅力的であり、ファン同士のコミュニティが強く結びついている証拠です。滝沢社長のビジョンが、このようなファンとの深い絆を築く一助となっています。また、 のの活動は他のエンンンターテインメント業界にも影響を与えています特に映像配信やデジタルコンテンツの利用においてその革新性と先見性は注目されていますライブ配信や SNS での発信を通じてファンとのコミュニケーションを強化しリアルタイムでの双方向の交流を実現していますこれによりファンはより身近に感じアーティストたちとの一体感を深めています これからの戸部の挑戦は、さらに大きなものとなるでしょう。国際的な展開や新たなプロジェクトの開始など、ファンが期待する新しい試みが次々と計画されています。滝沢社長のビジョンは常に前向きであり、その先見性はファンだけでなく、業界全体にとっても重要な指針となっています。